私の目の黒いうちは内乱など起こさせない。まだ死ぬわけにはいきませんけどね。今は一致団結して国のために皆が力を尽くすとき。相変わらず自分の意思のないお方だ。私は自らの正義を掲げたまで。後見天皇が即位した749年、新たに侍備中大という役所が設置され、藤原の仲麻呂が長官のポストに就きました。皇后の世話をするために設置された侍備中大とはよく言ったものですよね。今では仲麻呂が実権を握るための侍備中大などと噂される始末、誰が聞いているかわからんのだ。控えよ奈良麻呂、父上は悔しくないのですか。真備様と玄宝様を左遷させて父上の力を削いだのも仲麻呂ではありませんか。真備は遣唐使として鑑真和上を連れてくるという役目を果たした。玄宝は残念であったが。746年に亡くなった玄宝には奇怪な逸話が多く残っており、その一つには藤原弘次の怨霊によって殺されたというものがあります。聖武上皇も仏教に入れ込んで出家までしてしまうなんて、何を考えているのか。もうやめぬか。しかし父上、奈良麻呂、お主の正義を咎めることはせんが、もう少し賢く生きよ。バカは生き残ることができんぞ。わかりました。以後気をつけます。諸江殿は不憫だな、バカな息子を持って。すまぬな、何から何まで世話をしてもらって。当たり前のことですよ。失礼いたします。いかがした。ある謀反の噂を耳にしました。企てているのは誰だ。立花の諸江にございます。諸江にかにってそんなことはありえん。酒の席にて上皇の悪口を言っていたみたいですよ。上皇は仏教に心酔し民を苦しめていると。それが誠であれば許すことはできませんね。何かの間違いであろう。仲間よ、気にすることはない。しかし私が気にしなくていいと言っておるのだ。そうですよね。諸江様に限ってそのようなことがあるはずありませんね。病でおつらい時に申し訳ありませんでした。いいんですか。私の目の黒いうちは内乱など起こさせない。酒の席での失態を知った諸江は翌年の756年に辞職を申し出て引退します。一説には仲麻呂が諸江を陥れるために仕組んだことだったのではないかと言われています。本当に引退するのか。はい、あのような噂が出回ったのです。これ以上聖武上皇のお近くにいるわけにはいきません。私は気にしていない。これまでお主には幾度となく助けられているからな。それに私はくだらない噂を信じてうろたえているほどの時がない。やはりお体の具合が。ああ、もう長くはない。奇遇ですね。私もそう長くはありません。そうであったか。まだ死ぬわけにはいきませんけどね。正義を振りかざす愚息のことが心配ですから。そうか。では長生きするしかないな。はい。756年、聖武上皇が56歳で亡くなってしまいます。聖武上皇といえば東大寺正倉院が有名です。上皇の死後、光明皇后が上皇の愛用品を東大寺に納めたというのが始まりだと言われています。そして翌年の757年には立花の諸江も後を追うようにしてこの世を去ります。享年74。今日集まってもらったのは他でもありません。父が死んだことにより仲間のはより力を増すことになる。それだけは何としても食い止めなければいけません。私も仲間のやり方は気に入らない。あの大伊王を皇太子にするなど、私が意のままに操り政権を動かしますと言っているようなもの。船道も余計なことをしてくれましたね。それだって仲間のが仕組んだかもしれない。諸江様の時と同じように。確証はありませんがその可能性は高いでしょう。
父上の無念の思いを引っ継ぎ、私は正義の名のもとに立ち上がる。害となる仲間を討ち、大井王以外の者を皇太子にする。そして民を苦しめる仏教に侵されたこの国を正しい方向に導く。ならまろよ、一つ気がかりなことが。何ですか？少し味方が足りないような気がする。確かにそれは私も思いました。心配はいりません。私たちの他にも今の政権に不満を持つ者はたくさんいるはずです。説得して仲間に引き入れましょう。そのお役目、この小野の東人にお任せください。抜かるでないぞ。は。奈良麻呂は藤原氏が実権を握ることを阻止するため、長屋王の息子で天武天皇のひ孫にあたる木文王を次期天皇にしようと画策します。しかしその計画は木文王の兄弟である山城王により密告されてしまいます。急に逆賊を探し出し処刑するのがいいかと。母上、いかがなさいますか？今は一致団結して国のために皆が力を尽くすとき。逆心を抱くのをやめ、朝廷に従ってくださいという内容の宣明を出しましょう。それだけですか？聖武上皇、立花の諸江と相次いで有力者を亡くしている今、ことを荒立てるべきではありません。助かったな。まさか木文王の身内が密告するとは。これ以上情報が外に漏れないように気をつけよう。そうだな、味方集めも慎重に進めよう。しかしこの宣明が出されたその日、神津道の日立という貴族が小野の東人から謀反の計画に誘われたと仲間呂に密告をします。そして仲間呂はすぐに後見天皇に報告をしました。お待ちください、後見天皇。何ですか？なぜ奈良麻呂たちに罰を与えないのですか？謀反の企てはないと東人は申していたでしょう。信じたのですか？今は一致団結をするときです。それにもし本当に謀反を企てていたとしても、明るみになってしまった計画を実行するほど愚かではないでしょう。母上もきっと同じことをしたはずです。相変わらず自分の意志のないお方だ。長手よ、そこにいるのは分かっている。お主に小野の東人の尋問を命じる。おそらく何も吐きませんよ。叩く力を強めても構わん。必ず自白させろ。承知した。小野の東人は藤原の房崎の子長手による厳しい尋問に耐えきれず、謀反の計画をすべて話してしまいます。この供述により奈良麻呂たちも捕らえられ、尋問を受けることになりました。なぜ謀反など企てた？正直に言え。言うのだ。それでは申し上げます。今の政治は腐ってる。寺や大仏を作ったことにより民は救われるどころかより苦しんでいる。この国の未来を守るために私は自らの正義を掲げたまで。正義？そんな綺麗事で濁すな、反逆者め。仲間ろ、これで立花も終わりだな。優秀な諸江殿の唯一の失策は息子の育て方を誤ったことだ。奈良麻呂の計画は実行される前に潰されてしまいました。厳しい拷問を受けて絶命する者、流罪となる者など、この事件に関わり処罰を受けた者は443人にも上りました。記録には残っていませんが、奈良麻呂もおそらく拷問の末に獄中死したと考えられています。さて次回の百花繚乱歴史伝は、政敵を一掃することに成功し藤原の仲間呂から改名をした恵美の推し活にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。